もう法案審議入るんでしょで一体いつ出てくるんですか。さまざまな、さまざまなって、岸田総理と同じような、さまざまなずっと言うけど。子供家庭庁って、そんな能力のない省庁なんですか。 立憲民主社民の石橋光弘です、えー。今回、支援金、子育て支援金の問題についても問題追及をさせていただきました。担当大臣にお聞きします。いまだにこの支援金について、1人当たり医療保険者ごとの負担額、出てきません。いったいいつ出てくるんですか。もう何ヶ月もお願いをしていて、1人当たりの負担額、もうね、担当大臣自体や人によっては1000円以上の負担になると。 ワンコインなんて嘘っぱちだったということは言われているわけです。早くきちんとこの予算案審議のときに、一人当たり一体本当にいくらの負担になるのか、それを国民に説明すべきだと言い続けてきましたが、いまだに出てきません。隠蔽でですすかかななぜ出さないのですか お答え申し上げます医療保険制度ごとの支援金額、これにつきましてはえ、従来より法案審議に間に合う形でお示しができるように作業を進めてございます。えー、これまでも申し上げておりますように、賃金や被保険者数など、さまざまな家庭の置き方について検討する必要があり、を進めておりますもう法案審議、入るんでしょ。 一体いつ出てくるんですか、さまざまな、さまざまなって、岸田総理と同じようなさまざまなずっと言うけど、もう何ヶ月経ってるんですか、子ども家庭庁ってそんな能力のない省庁なんですか、そんなことないでしょう、民間ではもうとっくに仮置きして、予測数値出してるんですよ、民間でできることがなぜ役所にできないんですか、出したくないから出せないとしか考えられません、これ、総理、あまりに無責任です。 国民の皆さんに実質、やはり負担をお願いすることになるにもかかわらず、それを説明しない。あの昨日ですかね、自民党、御党の稲田朋美幹事長代理、テレビ番組で明確におっしゃっています、総理は実質的な負担は生じないとしているが、負担は増えるので、しっかり説明していく必要があると、政府与党一致、不一致じゃないですか。負担増えるんでしょ、加藤大臣。 負担増えるなら、ちゃんと明確に、誰に負担をお願いするのか、言うべきでしょう。う負担が増えるか増えないか、それをです、ねえー、単に精神論だけで申し上げるというのでは、これは通用しない、だから社会保、社会保険料の負担率という物差しを使った上で、負担は増えないということを申し上げています。その物なしにおいて 歳出改革によって、その社会保険料の,この,負,担の負担を軽減する、その枠内で、この新しい支援金を用意するということでありますので、社会保険料率、負担率において負担は増えない、こうしたこのしっかりとした数字的な目標、メルクマールを用意して、負担は増えないという説明をさせていただいていますこれを実行いたします。 これね総理ごまかしでしょう、最初は額で言ってた、突然率になった、国民負担率は突然途中から出てきた、そういうことをね、ごまかしで言うから、国民の皆さんが理解も深まらないし、ね、一緒に子育て支援していこうという、ねそういう応援にもならないわけですよ、こんな不幸なことしちゃだめですよ、政治が。ここの支支援援金金制度本当当にるるね問題があ,あります、えー、担当大臣これ支援金 本当にこれ社会保険料として整理をされるのですか、もし社会保険料として整理をされるとなると、これ、本人負担分については、社会保険料控除の対象になるということでよろしいんです、ねえー、鈴木、税金の、まあ、税金いや、社会保険料として整理をするのかの最初にじゃあ鈴木 どちらにじゃあ、わ、はい、かりました、じゃあまず担当大臣加藤担当大臣。加藤担当大臣 お答えを申し上げます支援金を社会保険料として頂戴するかというご質問、社会保険料控除の対象とするかということにつきましては、これはあの税,税の関係でございますので、財務の方からご答弁をいただければというふうに考えております、はいえー、鈴木財務大臣。あの子ども・子育て、えー、支援金につきましては、今、あの子ども家庭庁で、 えー、検討しているわけでありますがあの、個人が拠出する金額については、所得税および個人住民税の計算上、社会保険料控除として、えー、所得控除の対象となります。そししてて、えー、事業主、えー、つつままり法人が拠出する金額につきましては 法人税の計算上、法定福利費として損金参入され、法人税および法人住民税の課税ベースの減少につながると承知をしていますこれね、すごく大きな話なんですよ。所得税、そして住民税の減収にもつながる、さらには法人税、法人住民税の減収にもつながるわけです。財務大臣、せっかく答弁いただいたので、今、税収減、減収の見込みを教えてください。あの一般論になりますけれども。 あのいずれの場合も課税ベースを減少させることになるため、国税、地方税の減収につながることになりますが、それがどの程度の規模になるかという点につきましては、支援金自体の制度の細かい内容がまだ固まっていない段階でありまして、現在、把握できている情報だけで試算をすることは困難でありますこれね、大事な話なんですよ。 でも先ほどのとおりで、1人当たりの,よ、ね、その計算もできていない、だからこっちも跳ねて、その計算もできないんですよ、減収になるにもかかわらず、それがいくらになるのか分からないという状況で、これ、そんな、それで支援金の負担、国民にお願いするような、そんな法律の議論をこれからまたやるんですか、担当大臣、おかしいですよね。これ社会保険料控除の対象にする さらには事業主負担分は法定福利費と扱う、これで減収になる、担当大臣、当然担当大臣はそのことを議論の過程の中で主導権を持って議論されたんだと思いますが、それ、中たる負担の対象になる労使の団体には、これまでの議論のプロセスの中できちんと担当大臣、説明されて、ご理解をいただいてきたという理解でよろしいですか加藤担当大臣。 速記、えー、を止めてください。加藤担当大臣、えー、関係団体の皆様方には、大臣講話会の中でこれまで意見を聞いてまいりました、えー、またこれからもお関係団体の皆様方からはあ、ご相談をさせていただきながら、前に進めていく形を取ってまいります大臣、それ間違いないですか、僕ら労使団体の皆さんから社会保険料控除の話なんか、あのちゃんとした説明を受けてなかったと。 いいうう話聞いてますすけど違うんですかね、えー、大臣、これ、プロセスとして、もし説明をされていない、ご理解をいただいてない、だとすれば極めて問題です、労使からも社会保険料でやること自体に対して疑義が挟まれているはずです、にもかかわらず丁寧な説明をされていないと、しかも減収につながるような、こんな大事な話をきちんとした議論されてなかったとすれば、これは国民にとっても、これ、説明責任が果たされてないとしか言いようがありません。 もう一つ加藤大臣に聞きますこれ、市町村国保や後期高齢者医療制度の加入者、これ、多くは保険料負担が軽減されている、まあ、低所得者世帯の方々が相当数おられます、これらの方々には負担軽減措置というのは導入されるんですかお答え申し上げます、医療保険のルールに準じて行ってまいりますので、負担軽減等の措置は行ってままいります、はい、財務大臣、負担軽減措置を行う、つまりこれ、また手当が必要です。 それ手当はどこに求めるんですかこれ、まさかと思いますが、この負担軽減措置を行うために、多くは現役の憲法組合、教会憲法、そういう方々に、むしろプラスの負担をお願いするようなことになるのでではないですかこれまで申し上げてきたように、ね、歳出改革をしっかりと行い、また規定予算の活用を行う中で、そういった負担軽減の措置もの財源も確保してまいります。 これね、今までそういったことをちゃんと説明されてないので、じゃあ、さらに歳出改革、歳出削減、つまり社会保障費のカットを深掘りするんですかそんなことしたら、ますます、ね、年金も医療も介護も、ね、必要とされる方の負担が増え、そしてサービスはカットされる、そういうことを岸田総理、岸田政権はやるんですかそれをちゃんと説明しないままで、これをなんかね、えー、社会保険料、健康保険料に上乗せをして、 ね、しらーっと皆さんに負担をお願いするようなこと、これやめた方がいいですよ、きちんとして、国民の理解を、担当大臣、何かか言いたそううですからどうぞ <laughs>、えー、これまでもう、支援金制度を行あの構築していくにあたって、えー、歳出改革、これをまずしっかりやっていき、実質的な負担をないようにしていくと申し上げておりました。その歳出改革歳出出改改革革によって 社会保険料の負担軽減も行ってまいりますと、同時に、これ、公費の方も負担が軽減をしてまいりますので、そこから生み出てきたものも合わせ、また規定予算の活用も含めて、全体として3.6兆円の財源を確保してまいります、その中で対応をしてまいりたいと考えておりますいや、今ので分かりやすいっていう自民党さんの声が分からないですね。分かで 歳出カット、さらに深掘りしていけば、必ずしわ寄せはどこかに行きます、そのしわ寄せをきちんと説明する責任があるでしょうと申し上げているんです。もう一つ、これ、今回、極めて複雑な支援金制度導入するがために、えー、これ、現場の医療保険者に対して、相当の追加の実務を負担をかけすることになります。えー、これ、医療保険者の支援金の徴収納付業務ですね。これ追加的にかかる必要経費費事務費 人件費これ、持ち出しにならないように、必ず補助金で手当てする、それでよろしいですね。 担当大臣支援金制度は関連法案が成立しますと令和8年度から段階的に導入をされるものでありその施行に向け必要な経費についても今後検討を進めてまいりますその際支援金につきましては既存の医療保険制度を通じ医療保険料と合わせて負荷徴収するものでありますからコストについては効率化されるものと考えておりますまずは事務費についてどのような経費がの程度必要であるかを整理した上でその手当について 検討してままいります結局ね、それも分からないんですよ、今後ね、今、累次いくつこ、これ他にもあるんですけれども、実は追加的に助成が必要だ、補助が必要だ、穴埋めが必要だ、そういうものがね、出てくるんですよ、それに対して、全然試算出さないもんだから、分からないんですね、今の時点で。分からないままに我々こういう議論をして、国民の皆さんに導入をお願いすると、これ、あまりに無責任だというふうに言わざるを得ないと思います。 え実はそのしわ寄せの一端が、我々厚生労働大臣、最後にあの介護の分野に来ていくのではないかという、極めて心配な声があります、最後に言って1点だけ、本当はもっと聞きたかったのですが、今回の訪問介護報酬の引き下げ、これによって、訪問介護事業者が倒れるのではないか、倒産するのではないか、3割以上が赤字なんですよ。で、加算でって言いますけど、加算はあくまで従事者の加算であって、 経営じゃないですよねこれによって絶対に訪問介護事業者が赤字になって倒産することはない、大臣、約束できますかあのご指摘のです、ね、訪問介護事業に関しては、実際に極めてこの介護事業の中ではあの収支差が高いで、その中で小規模の赤字が非常に問題だということをご指摘になっておられるけれども、実際にこの賃金の引き上げ、その 賃金の引き上げが重要な課題になっているときに、その賃金の引き上げに関わる加算をです、ね、極めて大幅に今回、こうした小規模事業者に対して行い、なおかつ小規模事業者はこういう加算措置を、申請を取りづらいということであったのでそそのとと、それを新たにきちんと取れるような、簡略した措置を新たに取ります。 一枚紙で実際に取れるぐらいの形に簡略化させるんです、そしてそれによって、実際にその加算措置を通じて、こうした小規模事業者は人件費を確保して、そしてその経営,経営基盤に関しても間接的に確実に改善されるように、われわれは持っていく形を整えようとしているところでありますえ時間が過ぎました。えー、以上で石橋道博君の質疑は終了いたします